大学は兵庫県加藤市玄米942-1日本部を奥日本の国立大学である。1978年に設置された大学の略称は平教大、平教。新高層大学のうちの一つであり、教員養成系としては他に上越教育大学、鳴門教育大学がある。学校教育学部は主として、 初等教育教員養成のために設置された。幼稚園、中学校、高等学校教員免許及び保育士資格の取得も可能。学校教育学部の教員就職率は10年以上にわたり全国トップクラスである。2018年には義務教育9年間の学びを見通した教員を養成するため、学校教育学部の家庭名称を 初等教育教員養成課程から学校教育教員養成課程に変更した。大学院学校教育研究科は、教員のための大学として、現職教員の教育、研鑽のために構想、設置された。現職教員の受け入れのため、様々な配慮がなされている、長期離職学生制度など、全国各地から現職教員が数多く学び、 主に初等中等教育の実践に関わる学問を総合的かつ専門的に研究している。兵庫教育大学を基幹大学として、上越教育大学、岐阜大学、滋賀大学、岡山大学、鳴門教育大学の6大学が連合して運営する大学院連合学校教育学研究科が置かれている。ありがとうございます。